皆さんこんにちは、レジスターです。ということで今回は獣あるある14連発、早速やっていきましょう。1、やばいやつ、語尾にガウつけがち。メンヘラ率高めな気がします。2、ごくたまに獣関連のツイートがバズると共感性羞恥心を感じる。なんだか胸がざわざわします。3、界隈が細分化されている。そのためかあまり争い事はありません。4、大体みんな人生が波乱万丈。僕自身も人生波乱万丈でした。5、曲名に遠吠えや吠えるとかが入っているととりあえず聞いてみる。だいたい予想とは違う曲です。6、時々マジでやばい特殊性癖の絵が回ってくる。閲覧注意どころの話じゃないものが時々回ってきます。7、スマホはロックを厳重にしている。推測不可能なパスワード。僕は今までに1回もスマホのロックを解除されたことがありません。8、リアーカで誤爆すると即死する。考えただけでもゾッとします。9、やばいやつ、なりきりチャットしがち。なぜか哀愁すらも感じるような気がします。10、特殊性癖のハッピーセットみたいなやついがち。プロフィール欄見るとめちゃくちゃやばいことがたくさん書かれています。11、海外勢の折りから原色になりがち。めちゃくちゃ鮮やかすぎて目に刺激がすごいです。12、もはや獣という域を超えたキャラでも獣と呼びがち。ロボットなんかもなぜか獣になったりします。13、意外にリアルと空想の区別はついている。今日もとんかつがうまいです。14、それでもごく稀に一線を越えたズーフィリアがいる。獣とズーフィリアは別物です。はい、ということで今回は獣あるある14連発やっていきました。前回の動画と前々回の動画もありますのでリンク貼っておきます。皆さんの獣あるあるをぜひコメント欄に書いていただけると次回の動画で僕が採用するかもしれませんので、ぜひぜひどしどしコメントお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。